わしやがな、マフィアカジタです。わしやがな、中村雄一です。豪快なおじさんかな。ちょっと変えていこうと思いまして。いいですね。毎回試みてみようかな、芝居の引き出しに自信力ですね。どこまで引き出しがあるかわからない、ちょっと自信がないですけど、ちょっと挑戦しています、はい、ということで今回やってみようかなと思うのはゲームですね。はい、こちら Keep Talking and Nobody Explodes というゲームですね、うん、これはまあ我々そんなに分かっていない状態なんですけども、これね、Twitter で要望があったんですけれども、完全爆弾解除マニュアルって意味らしいんですけれど、爆弾を解除していく、そう、爆弾解除するゲームだとしか聞いてないんですよ、完全初見なんですよ、で、俺の手元には分厚いマニュアルが用意されてる。それを使うんだよね。だから意外とアナログとデジタルを融合させて遊ぶみたいな、そうなんです。で、俺はゲーム画面を見ちゃいけないらしいんですよね。あ、見ちゃダメなんだ。うん、そうらしいんですよ。じゃあ出てってもらっていい？いや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 、あの、さすがにそれは収録にならないんで。あ、分かりました。俺は画面見ないように努めるから、ちょっとゲーム進めていきましょうか、はい、ということで、まあ、早速始めてますけども、本作は2人以上でプレイするローカルマルチプレイゲームと、ようこそ処理担当者、君は仲間の指示を頼りに爆弾を解除するのだ、ということですね、ようこそ分析担当者、君は爆弾解除マニュアルを頼りに指示を出すのだ、はい、これが梶田君になる、ね、ということですね、処理担当者はマニュアルを見てはならない。あ、俺見ちゃダメなんだ。そうですね、俺さっき待ってる時にちょっとそれ見してって言いそうになったわ。危ない危ない、取説読むタイプですもんね、はい、あ、本当だ、梶田君の分析担当者は画面を見てはならないと、OK、はい、ということで、あ、もう早速だよ、プレイするには爆弾解除マニュアルバージョン1の JA が必要です。え、じゃ、バージョン1の JA 認証コードお願いします。だって、カズさん、認証コードお願いします。認証コードは122です。122、はい、送信。俺は今画面見てませんからね。さて、じゃあこれは爆弾でいいのかな。これは何をすればいいんだ。もうなんかいけるだろう。え、ちょっと待って、指示なしでいくつもりですか。最初の爆弾かな。現場、現場始まりますよ。じゃあ、誰もが最初は初心者だった、はい、熟練者になれるかどうか君次第だ、分析担当者のマニュアルの用意を忘れるな、OK、ということで、爆弾の構成は5分間のタイム、3モジュール3ミスでアウトってことかな、これ、はい、いきます。最近こういう系がちょこちょこあるんだよね、アナログとの融合のやつ。そうなんです、これ初めてですよ。そう力入れてるから。もうなんか爆弾始まってるけど、俺は何をすればいいですか。知らないけど。いやいや、何するんだろうね。今画面で何が起きてるか教えてください。ですね、なんか3箇所ありますね。左上に青い押すボタンがあり、真ん中の下にワイヤーがあり、右側になんか4つのボタン、ワイヤーあります。ワイヤーある。ワイヤーがですね、正しいワイヤー1本切る必要があるんですけれども、ワイヤー何本あります。4つ。4本だと、上から赤いワイヤーが1本よりも多いですか。赤いワイヤーが1本より少ないです。少ない、え、赤いワイヤーない。ないですね、つまりじっくり言うとないです。最後のワイヤー黄色いですか。左右、最後のワイヤー、最後のワイヤーは、これは色が、僕が色弱なんで分かんないんですけど、黒だと思います。ああ、積んだ。もうこのミッション誰ですか。積んだ。まさかね、こんなことになるとは。誰だ、中村。お前だってサングラスしてるからこの任務向かないけど。はい、黒です、黒です。あと3分39秒です。どういう最後のワイヤーの色は分かんないんで、どうしようもないですけど。違うの行こう、違うの行こう。青いワイヤー1本しかないですか。青いワイヤー1本。あ、1本しかない。じゃあ最後のワイヤー切ってください。最後のワイヤーを切る。はい、はい、切りますよ。はい、切った。はい。どうですか。なんか、ランプが消えた。ランプが消えた？わかんない。つまり、OK ってことかな。はい、OK です。多分 OK ってことです。知りませんけども。次、ボタンあります。ボタンある、4つボタン。4つボタンあるときは、ちょっと待って、マニュアルクソ難しいんだけど。なんか上に、タイマーの上にバツってついてるの気になるな。あれ合ってんのかな。あ、いえ、なんでもないです。ボタンが、ちょっと、電池なんだろう、これボタンが。ちなみにシリアル番号とか書いてるのはヒントになるんですか。シリアル番号 JE1GD9 って書いてますけど。ちょっと待ってください、これページ数が多いです。 JE1BD9? カズさん、あと2分半です。 JE1BD9? 何を言ってるのか全然わかんねえだよ。シリアルナンバーがあるんですよ。これ関係ないですか。シリアルナンバー関係ないんですか。じゃあもういいから、その、じゃあ4つのやつ、4つのやつ4つのやつって何ですか。
そのいやいやさっきのお前が言ったやつだろ。4つのやつって何ですか。ボタンのことですか。え、ボタンのことですか。ボタンボタン4つボタン。ボタン4つもあるんですか。どうすんの。ボタン4つあるよ。Q みたいな、A 文字の Q みたいなやつ、三角っぽいやつ、ウニョンってやつ、ウニョンってやつ、ウニョンってやつ、テレパシストじゃないと分かんないですよ、そんなもん。あと1分45秒です。ちょっと待ってくださいよ。 あった、サイモンゲーム、これだ。4つボタン、いずれかが点滅する。下記の表を見て対応するボタンを押す。最初のボタンに続き2つ目のボタンが光る。対応するボタンを2つ。ちょっと待って、分かんない。あと1分半で僕は死ぬんですけど。ちょうど内田さん、待ってください。シリアルナンバーってさっき言いましたよね。言った。シリアルナンバーに母音が含まれてますか。母音？そんな、そんなヒントなの。そうなんですよ。母音が含まれてる場合と母音が含まれてない場合の2パターンあるんですよ。あれ、ある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 。うん、あるある。じゃあ最初 何色点滅してます。どこの話。ボタンのどれかが何色か。何も点滅してないんだもん。何も点滅してない、うん、何も点滅してない、はい、あと40秒です。4つのボタンのどれも点滅してない、はい、安全です。積んだ。もうボタン押してみますよ。これボタン押しました。何押しました。あ、ちょっとその音は会社君。死に終わりです。死、死ですね。ボタンを押したことにより死です。俺にはじゃあ救えなかった。交代しようか。いやこんなこともできねえのかお前は。いやいや、なるほど、やってみたら分かります。マジで難しいですから、ね、ちょっとリトライしますねこれ。はいはい。まずワイヤーからいきますね。ワイヤーは、うん、何本ですか。4本です。4本のワイヤー、はい。赤いワイヤー1本よりも多く。赤いワイヤーはたった1本です。1本よりも多い。1本だけです。1本よりも多い。1本だけです。1本より多いんじゃない。だから1本より多いっていうのは1本も含むんですか。まあそういうことになるんじゃない。シリアルナンバー見て。数字はですね、7です。奇数だね。はい。じゃあ最後の赤いワイヤーを切る。赤いワイヤーですね。うん、わかりました。切った。きちんと、はい、切りました。 OK。 切ったら上にさ、バツついた。緑のランプが点滅してます。あ、いけたのかな。つまり解除成功で。オッケーオッケー。さっき中村さん失敗してたみたいです。何やねんそれ。お前の言った通りやったんやけど。じゃあ次、はい、次いきますよ、はい、丸ボタンある。はい、中止って書いてあります。丸ボタン中止って書いてる、はい、ボタンに中止って書いてる場合は何色。水色かな。水色、青かな。青です多分。ボタンが青くかつボタンに中止と書かれている場合、ボタンを押したままで、うん、ボタンを離すタイミングを参照。ボタンを押している間モジュールの右側が光るそうですね、うんうんうん、その色によってボタンを離してよいタイミングが決まってて、うん、青白黄色他ってなってんの、うん、だからまずボタンを押す。はい、ボタンを押す。押している間色は何色。変わりません。もう一回押すのかな。あ、白、白です。白い、白。じゃあカウントダウンタイマーが1になった時に話す。タイマーが 1？ うん、それ どこが1になったタイミング。カウントダウンタイマーは1つだろうが。いや今 2.49 なんですよ。 2.47 とかなんですよ。どこが1になったの。1秒でしょ。残り1秒で話すってことですか。そんなわけないじゃん。うん、1桁目が1ってことでしょ。1桁目が。じゃあいきますよ。カウントダウンタイマーに1。 OK です。 OK、 解除できました。解除された、はい、じゃあ終わりじゃないもん。いや残りまたもう1つあるんですよ。謎の、うん、オカルト文字みたいなのが、あのキーパッド、はい、キーパッド4つ、はい、4つ。下記の各列で文字についている4つのキー全てが含まれているのはその1列しか存在しない。どれから押せるの。該当の列の上から順。これ全然書いてる意味がわからないね。ですよね、ですよね。左上はどういう文字。左上は、これなん風船です。紐付きの風船みたいな文字です。紐付きの風船。はい、紐付きの風船みたいな。紐は 下に出てる。紐は下に出てる。はい、ジョージって感じの風船です。何。そんなやつないんだが。Q みたいなやつ。丸に縦棒。丸に縦棒、それです、はい、あ、それが入ってる、はい、その下って A みたいなやつ。その下はハテナマークを真っ逆さまにしたやつです。ああ、これだ、はい、だからなんだ。だからなんだ。多分押す順番なんですよこれ。次はその風船の右が、うん、パイオツです。パイオツ、乳首付きのパイオツ。パイオツ、はい。上にチョンってついてる。真ん中に乳首があります。
多分、正面向かいから見て左のパイオツだと思います。これじゃあこれかな多分、左のパイオツ。そう、左のパイオツ。向かって左、持ち主。視力検査の場合、左にあの穴が開いてると左って言うじゃないですか。あ、それです。左に穴が開いてる。左に穴が開いてる、はい、で、もう一個もう一個は星マークです、ただの。ここだ。じゃあ、はい、どれから押すでしょう。ですね、Q みたいなやつを押す、はい、おっぱい欲しい、はい、はてなの順番。あ、間違えましたよ。違いました。なんでだよ。欲しいじゃないですか、これ。つまり、え、いけた、解除成功。ほら、はい、3回まで見せれるから、間違えたら次のやつって感じで。っていうか、俺の言った通り合ってたんでしょ。いや、間違ってました。え、なんで。あの順番がまず風船パイオツ、うん、欲しいでハテナだったんですよ。長間さんの場合風船パイオツハテナ。俺それ言ったよ。ですね、Q みたいなやつを押す、はい、おっぱい欲しい、はいはい、ハテナの順番。あ、間違えましたよ。違いました、ごめんなさい、うん。いやー、これギスるわ。いや、カシャ君ちょっと向いてないね。まあそうですね、会場昔から俺は自分のやりたいことを押し付けるタイプだった。いやいやいや、ダメダメ。いけたじゃん。でもでもいけた、よかったですね。次行く。じゃあもう一回やりましょうか。はい、いきますよ、はい、まずはシリアルから確認しますね。それはいい、いいんですか。うん、起爆ボタン、ボタン、起爆ボタン黄色いです。今度はボタン黄色のボタン、ちょっと待って、起爆黄色い、黄色のボタンはボタンを押したままでボタンを離すタイミング、はい、カウントダウンタイマーに5が表示されたら離す。なるほど。50秒だったら別にもういつでもいいってことでしょ、これ。5ですね、うん、6、5。あ、あれ間違えた、なんで。え、5じゃないですか。だって5って書いてるよ。え、ダメです、5、2回失敗しました。ちょっと待ってください、本当に5ですか。黄色に起爆のボタン、なぜ2回目を勝手にやったの。爆弾解除においてその方法ないんだよ。勝手なやり直しってないんだよ。映画とかではあるじゃないですか。いや、ない、映画じゃないよ。こんなね、揉めてる間にもう 2,30 秒過ぎたでしょ。5じゃないですよ、これ。5じゃないですか、これ。何なんですか、黄色の起爆ボタン。あ、ちなみにバッテリー1本より多くついてる。バッテリー、うん、あ、2つついてます。やっぱりそうだね、はい、起爆と書いてある場合ボタンを押してすぐ離す。あ、そうなんだ、うん、OK、 解除しました。はい、次、じゃあ次ワイヤーなんですけれども、4本あります。ワイヤーが4本で、赤1本です。シリアルナンバーの最後奇数かどうか。シリアルナンバーは4。じゃあダメだ。青いワイヤー1本。青いワイヤー2本です。だから違うわ、黄色いワイヤーは1本。ないです。2本目のワイヤーを切る。2本目のワイヤーですね。おい、解除。残り1つ、はい、どれどれ、画面に記号のやつ。そう、ドラゴンボールのレーダーみたいなやつがあって、ドラゴンレーダーに4って表示されてて、1324って書いてあります。え、ドラゴンレーダーに4って書いてある。はい、ドラゴンレーダーに4って表示されてます。ドラゴンレーダーみたいなところに4って書いてあります。ここが本当鬼門だな。やばいやばい、残り50秒。なんでドラゴンレーダーなんてないんだよ。四角い、うん、モニターの中に数字が書いてある。で、下に4つキーパッドが並んでるって感じですね。あ、キーパッドでしょ。はい、そのキーパッドのキーを教えてほしい。1324です。あ、数字なの。数字です。え、残り30秒。じゃあなんでそんなことになってんねん。やばい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 、こっちか。いよいよとなったら俺の判断でどれか押します。それね、記憶って書いてるね。はい、これカジャ君ね、間に合わないと思う。残り10秒。まずディスプレイの数字1の場合。ダメだ、押すぞ。3番だ。おい、はい、ダメでした。もうちょっとだったのに。惜しかったっすね。ちょっとでもコツ分かってよ。もう一回行こうか。ラストチャンス、ラストチャンス。もう一回行こう。はい、じゃあスタートしますよ。いいですか。はい、はい、今度は黄色に中止って書いてあります、ボタン。黄色に中止って書いてるボタン、はい、黄色に中止って書いてるボタン。じゃあさっきのかな、黄色いやつでボタンを押したままで、はい、5が表示されたら離す。 OK です。8、7、6、5。よし、解除。はい、次ワイヤーです。ワイヤーはですね、1、2、3、4、5、6本あります。6本、はい。黄色いワイヤーは2本あります。2本ある。赤いワイヤーはある1本あります。4本目のワイヤーを切る。4本目のワイヤーですね。はい、解除。 OK、はい、じゃあ最後またドラゴンレーダーです。
ドラゴンレーダーという言い方やめてもらっていい？あの、わかんない。それのせいでね、何の話してるか全然わからない。数字があって、はい、下に1から4までのキーがついてるやつ、はい。ディスプレイに出てるのは2ですね。2が出てる。はい、2番目のボタンをまず押す。2番目のボタン、はい。はい。で、次が、ディスプレイが1になりました。1になった。はい。4のボタンを押す。はい。いい感じです。ディスプレイは次が4番です。ディスプレイが4。はい。だから4と書かれたボタンを押す。お、いい感じですよ。はい。次。はい、次は2、1番目のボタン、はい、おいい、はい、次、次が1、ステージ1で押したのと同じラベル、一番最初に押したボタンと同じ、え覚えてるわけないじゃないですか、そんなもん数秒前だよいや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 、俺は記憶力は本当ないんですよ。さっき何て言ったの、何押しました俺、一番最初って2だったかな。あ、当たった。さすが中村さん、解除、解除です。お、成功です。さあということでやってみましたけども、いかがでしたかこのゲーム。楽しい、これこれ面白いね。これもっと難しい爆弾になってきたらもっと盛り上がりそうですよ。あの、だから6つあったじゃない、うん、だから最大6つやるんじゃない、最大6つってこと、ね、6画面使うんじゃないので、いやいやいや、ギミックの方もさ、これページで言うとめちゃめちゃあるから、うん、まあ、かなり大変だけどやりごたえはあるね。そうっすね、説明のうまさがその直接スキルに関わってくるんで、確かにそれはそうだね。普段から喋り慣れてる人の方が、うん、それは、ね、それはいいかもしれませんね、はい、はい、ということで皆さんも興味があったらやってみてはいかがでしょうか、うん、チャンネル登録、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。はい、いいねもお願いします。わしゃガチャのコーナーでいいのかな、あえて言うのもなんか違う気しますよねこれの扱い困るな結構な、うん、はい、ということでね、サイサイさんからいただきましたね、こんにちは。私は親が厳しかったためゲーム機を買ってもらえず、昨年20歳旅行先でマリオカートを初めてスイッチでプレイしたんですが、 お二人がゲームをするきっかけ何だったんですかと、お、いうことですね。ゲームをするきっかけね、きっかけは俺の年だと物心ついたぐらいにファミコンが出たんだけど、出た時には全く触れられなくて、買ってもらえませんでした。買ってもらえないし、やっぱり知らないから存在を。あの、よくありがちなパターンですね僕もね。あの、親戚のお兄ちゃん家、親戚の家に行ったらファミコンがあって、なんかやろうぜって言われてやったら、何これ、めちゃくちゃ面白い、あ、目覚めちゃったんですね。そう、その時やっぱりおなじみのスーパーマリオと、うん、ファミコン版のイース、あー、イース2かなんか、すげえいいとこ行ってんじゃん、頭スパークするわ、そんなこと。それでやってね、何にも意味が分かんなかったです。イースは本当に、え、意味分かんなかった。説明書とかないから、はいはい、見せてくれなかったから、ソフトだけガチャッとさしてもさ、まさか横に半歩ずれて突撃するなんて知らないわけよそっか、うん、そんな特殊な操作性のゲームやったことないから、まあ子供だもんな、分かんないですよね。そうそうそう、分かんなくて、うん、そしたらこれ読みなよっつって渡された、うん、当時のあの攻略本に、うん、なんかね、漫画で、うん、の攻略ってよく載ってたじゃん、うん、攻略本に漫画、おまけ漫画ついてたでしょ、うん、あれにアドル半歩ずれじゃみたいなのが書いてあってアドバイスがあったんですね。そうか、そういうことか、はい、みたいな、ね、それでやりました。カジャ君は。俺はですね、街中でクリスマスかどっかだと思うんですけれども、なんか叩き売りされてたゲームがあって、ああ、それがあのゲームウォッチみたいな状態になってる、はいはいはい、ボンバーマンだったんですよ、はい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 、昔売ってたんですよ。なんかボンバーマンしか遊べないんですけれども、ちょっと大きめのゲームウォッチみたいなやつで、ボンバーマンが遊べるやつがあって、おそらくそれを親に買ってもらって遊び出したのがきっかけだったと思うんですけれども、まあシンプルだけれども、やっぱめちゃくちゃ面白いですね。あ、まあまあ、何もね、余っちゃいましたよね。何も娯楽がなかったんだもんね。そう、娯楽がなかったんですよ、ね、もうなんかスラムだっけえ、俺スラム育ちだって話しました？一度でもしてないですよね。ということでね、皆様引き続き、はい、いろんなメッセージなど送っていただければと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい。